石手川ダムは、愛媛県松山市の一級河川、重信川、水系石手川に位置するダムである。洪水調節や浄水道、管外用水の供給を目的に、建設省四国地方建設局により建設された。堤高は、松山市で最も高い建築物である、伊予鉄、高島屋の観覧車よりも2メートルほど高い。松山市は、勝負と、需要増大に金する。 慢性的な水不足に悩まされている。石手川ダムでは松山市の約半分の浄水道水を賄っているが、例年のごとく渇水による取水制限が実施されている。ダム完成後、取水制限が実施されずに済んだ年は、1980年、1987年、1988年、1989年、1991年。 1993年、1999年、2004年、及び2006年の旧カ年に止まり、平均すると、年に約100日間は取水制限が実施された計算になる。近年は、市民の節水意識の高まりや、節水型製品の普及により、滑水問題は緩和されつつある。白鷺湖の湖畔では、夏には、 バーベキューや釣りを、秋には紅葉を、冬には渡り鳥の観察を楽しめる。小川に沿って国道317号が走っており、公園には一般客向けの駐車場や伊予鉄バスのバス停が併設されている。ダムの南西約2キロメートルの場所には奥道後温泉が位置する。ありがとうございます。